السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ではお待たせいたしました。ただいまからイマム・ガザーリ先生のビダーエトリヒダーエ導きの始め第2回授業を始めたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ビスミラーヒラハマニラヒーム。ジャーマネクジヒブカキアラーのみなにおいてアルハムドリラーヒラビラアラミン。我が主アッラーにこそ全ての称賛がありますように。ワアフダルサラーティワタムタスリミアラサイディナムハンマディンカータミンナビイナウイマミムルサリンوعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. そして我らが指導者ムハンマド様とそのご家族ご教友全員に最高の祝福と平安がありますように。 اللهم افتح علينا فتوح العارفين. アッラーよ、あなたが恵まれた特別な者たちに恵まれた真知の扉を私たちにもお開きください。 وافقنا توفيق الصالحين.正しく経験な者たちに恵まれた成功を私たちにもお恵みください。ワンファアナ・アラーフマ・ビル・コラーニ・ワ・ディクリ・ハキーム。どうか私たちにコラーンと HR 訓戒によって役立つものをお恵みください。アラーフマ・ラ・サハラ・イラ・マ・ジャアルタ・ホ・サハラ・ワ・アンタ・タ・ジャアル・ハズナ・イラ・シッタ・サハラン・サハラ。アラーよ、あなたがたやすくされない限りは万事は難しいことですが、あなたがひとたびたやすくされればすべてはたやすきものとなります。アラーフマ・アリムナ・マンファウナ・ワンファアナ・リマ・アラムタナ・ワジッナ・イルマン・ユカリブナ・ミンカ・ヤ・アルハマ・ラヒミン。アラーよ、どうか私たちに役立つものを教えください。そして今までお教えくださったものを役立たせてください。そしてどうか私たちをあなたへと近づけてくれる知識を高めてください。慈悲深き者の中で最も慈悲深きお方よ。اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الله よ、どうか私たちの悪しきところから私たち自身をお守りください。どうか私たちのすべてを万事をより良きものとしてください。あなたの他に神はありません。私たちはあなたにこそ許しを請い、あなたに立ち返ります。وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. では冒頭にあたりまして、私たちのこの集いを至高のアッラーがより祝福してくださることを願いつつ、コランを読唱いたしますのでご清聴を願います。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. じゃあ招く慈悲深きアッラーの御名においてシャイタンからのご加護を求めます。少し趣向を変えまして日本語訳を最初に読みます。こんなアーヤを読み上げますよということで、意味をかみしめながらお聞きください。信仰する者たちよ、アッラーとその使徒がその使徒が命を授けるため何時らを呼ばれるときは打ち解けて答えなさい。何時らを呼ばれるときはそれに受け答えようと。アッラーは人間とその心の間に入られることを知るがよい。またナンジラは必ずかのお方に召集されるのであると。アウズビラヒミナシャイトーニルラジーム。やあいゆはるらずいなあまるすたじーむうにらーひわりらすうりいざだあーくんりまゆひーくん。يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العظيم. الإمام فخر الدين رازيファクルディン・アル・ラーゼィというタフシールの先生はですね、古典タフシールの学者先生はこのナンジラを生かす、ナンジラを生かすもの、アッラーとその御使いがナンジラを呼ばれた時は受け答えよというところを解説するにあたって、このナンジラを生かすものについてウルームディーン、宗教、イスラームの教えに関わる学問だと、知識だと
解説しておられます。その一つがですね、今皆さんは、私たちは共にこの私たちを生かす、この世でもあの世でも真の真実の命を与えてくれる助けとなるイスラムの聖なる知識を共に学ぼうという、機会ですので、心して臨みたいと思います。それでは前回までの簡単なおさらいです。そのおさらいの部分も含めたところを読み上げます。ビスミラヒラハマニラヒーム、ワルハムドリラヒラッビルアラミン、ワフダルサラーティワタムタスリームアラサイディナムハマニワラアリヒワサッビヒアジマイン。カーラルモアリフアリマンアブハミッモハマドルガザニーラヒマホラータアラワナファアナビヒワビコン。ولكن ينبغي لك أن تعلم قبل كل شيء。 しかしながら何よりもまずそなたが知らねばならないのは、 أن الهداية التي هي ثمرة العلم لها بداية ونهاية وظاهر وباطن。 知識の果実である導きには始まりと終わりがあり、表と裏があるということである。ولا وصول إلى نهايتها إلا بعد إحكام بدايتها。 よってその始まりを掌握した後でなければその終わりに到達することはなく、 ولا عثور على باطنها إلا بعد الوقوف على ظاهرها。 その表面を前に立ち止まった後でなければその内容を垣間見ることはできないのである。 ということで、ここは前回すでに共に読み学んだところですけれども、要するに聖地探求、イスラムの聖なる知識学問を学ぶ上で、その知識の果実たる導きには始めと終わりがあると。始めの地固めなくして終わりに到達することはできないということが言われています。それからその前の段階で、前置きで、まだ今私たちはビダヤトレヒダヤ、導きの始めというアルガザリー先生の章を共に読んでいく上で前置きの段階になるわけですが、最初に十分気持ちを見極めよと、気持ちをよく確認しなさいということを言っておられましたね。聖地探求の気持ち次第で、というのも気持ち次第で自分を生かす道にもなれば、自分を滅ぼしてしまう道にもなってしまうからだと。しかも自分だけことは自分だけではなくて、自分にその聖地を、イスラムの聖なる知識を学ぼうとする自分に関わる、関わってくれる人全てをもう巻き込むことになるからだと。それほど危うい、またそれほど好奇に満ちた諸刃の剣ともいえるような道、これが聖地探求の道だからだというわけですね。だからこそ気持ちをまず見極めようと、本当にアンナーのため、アンナーのためという誠実なものであるならば、それこそ周りの天使をはじめ被造物すべてがあなたの、私たちの、学びの道を祝福してくれることになりますし、アッラーはその学びの道によって天国への道を私にとってたやすきものとしてくださるわけですが、そうでなくて、もし私たちの気持ちが、学ぼうという気持ちが横島な思いに基づいたものであったならば、それは私たち自身はおろか、私たちに関わってくれる人たちをも傷つけてしまう、滅ぼしてしまうことになってしまうくらい危険なものだと。だから自分の心の傾き加減を見極めよというわけです。それ次第でさらに歩みを深めるべきか、引き下がるべきか、引き返すべきかが分かるからと。わはあなむしるんいらいかびびだやてりひだやりとじゃりばびはなふさくわたむてひなびはかるばく。しかりに私はここでそなたに導きの始まりを示そう。それをそなた自身で試み、そなたの心を試すためである。